コンビニパンの中でもやっぱ一番好きなのね。まあカレーパンですね。あのこういった惣菜パン、菓子パンってあるじゃないですか。やっぱねカレーパンは外せないですね。カレーパンが一番です。で今回はセブンイレブンのコクと旨味の欧風カレーパンということでね、なんか欧風カレーパンってことはまあ欧州産じゃないんでしょう、国産でしょう。いただいてみましょうか。ちょっとね、まあ、カレーパンっていうのはこのちっちゃめなのがポイントなんですよ。あんまり大きいカレーパンってないじゃないですか。で、あとはカレーがしっかりと中に詰まってるかどうかってことをね、確認しながら食べてみようかと思います。うん。隅から隅まで詰まってますね。うん。うん。ちょっとカレーがね、やっぱ私の好みじゃないですね。はっきり言うと辛さがなくって、なんかカレーなのに甘さが広がるみたいな感じで、まあこれがコクなんでしょうけどね。うん、まあ、私はぐっと辛いカレーが好きですね、やっぱり。うん、とか言っても辛そうってわけじゃないんですよ。ちょっと汗が出て体が温かくなるようなカレーの辛さが好きなんですよね。朝7時カレーで美味しい寝起きかな。ちなみにね、ティッシュね、これがね、柔らかくていいですよ。ちょっと水分を含んでるんですかね。まあ、高いんですけど。うん。高いっつっても、まあ、知れてますよね。紙1枚あたりの単価にしてみたら。うん。カレーパン美味しかった。いってきます。